こんばんは、なしめらです。今回はですね、FFB にやってきた新キャラ、聖盾の騎士シャルロットを引いていきたいと思います。まあ、聖純というものかもしれないですけども、ちょっとわからないですね。で、このキャラは、盾役として非常にまあ優秀ということで、魔法をね、結構吸収してくれるので、かなり強いキャラではあるかと思います。で、今回はですね、この、シャルロットを4体狙っていきたいと思います。ね、引くのはこの、ダブルステップアップ召喚ですね。このステップアップ召喚はまあそれぞれ確率が違うんですけれども、それなりにね、シャルロットが出やすいガチャになっているかと思います。まずはこの、ステップ5でシャルロットの確率が5倍という方から引いていきましょう。こちらの方が、消費ラピスは少ないですね。1万ちょいぐらいで、ステップ5までいきます。もう片方は2万5000個使うので、かなりまあ大変ですね。ではまずは、ステップ1から参りましょう。まあ、ステップ5以外はそれほど確率が上がってるわけではないですし、その回してる回数もこれはもう一連ということで、まあ、かなり確率が低いかと思いますね。幸福でした。やはり4体取るとスーパートラストマスター獲得できるので、4体狙っていきたいところですよね。でステップ2は、2連ということなんですけれども、これはまあ確率がそれほど上がってないので、これも相当厳しいかと思いますね。はい、おまけのモーグリを獲得です。そしてステップ3は確率が一応2倍なので、そして4連なので若干確率はあるかと思うんですが、どうでしょうか。ここら辺は若干期待できるかと思いますが、ない。まあ、全青ですからね。ワンチャンもないですね。そしてステップ4は、まあ一応6連なんですけども、これは確率がそんなに上がってないので、ここも厳しめかと思いますね。さっきの4連より確率は悪いと思います。あ、これちょっとびっくりするんだけど、最後はあのトラストモーグリですね。虹の罠です。スカルミリオネが出ましたね。ステップ5。さあ、ここが勝負です。シャルロットの確率5倍、そして11連ですので、まあ、ここはなんとか出てほしいですね。ここで出ないと4体取るのがかなり厳しくなってしまうと思います。おお、これは来ましたかね、さすがに。これはいいですね。今回はこのステップ5ですと、シャルロットと他の星5のキャラのね、確率がだいぶ違いますので、おそらく出てると思います。どうでしょうか。はい、出ましたね。お、でもしかももう一個今虹がありましたね。これもでもシャルロットですかね。やはり、シャルロットの確率すごい高いので、はい、2体目いただきました。でもう片方のあのステップアップ召喚は、ステップ5まで行くと1体を確定でもらえますので、現状あと自力で引かなくてはいけないのは1体ということですね。まあ、一応このステップ5でやはり2体ぐらい引けると結構楽な戦いになるかと今回は思います。最近あの3周年記念のチケットで結構ね、星5確定の EX 召喚ももらえてると思うんですけれども、現在このシャルロットでね、ちょうど100体目みたいで、100分の1でその、チケットでも一応シャルロットが出るということで、シャルロットを引く前にその EX チケットを先に引いてしまってから残りの、まあ、体数を考えるっていうのもいいかもしれないですね。一応 1% らしいので、まあ、早々は出ないですけれども、まあ、星5の中で必ず何かが出ますので結構美味しいですよね。では、この後は、もう片方のステップアップ召喚に行きたいと思います。ですね。これですね。これは星5の、シャルロット確定がステップ5であります。そして、星5クリスタル確率も最後のステップは3倍ということで、まあ、そこで自力でさらに1体引ければと思います。最初はもうトラストモーグリ、星5、オール 5% をもらえるだけで確率が上がっていないので、まあ、それほど出やすいという感じではありませんね。まあ、基本的にはステップ5以外はそこまで出ないですかね。ステップ4も
結構いいですけどね。星5ヶ月2倍ということで。では、参りましょう。あと、ステップ3の星5確定でシャルロットを引ければ、さらにいいですね。さあ、金からの？これは、例のまた、トラストモグリの罠でございます。まあ、結構11連してもね、3% ぐらいしかないので、星5が一体もない確率の方が高いですね。で、ステップ2は星5の確率が 1.5 倍あるので、45% ぐらいありますかね。ここは、若干期待できます。残念。この画面になってしまうと昇格等がないので、基本的にはもう確定しちゃってますね。そして、ステップ3、星5キャラ1体確定。さあ、シャルロット出ますかね。一応確率はシャルロットが一番高めには設定されてるんですが、先ほどのステップアップ召喚と比べれば、その他のキャラとの差はそこまで大きくはないので、他のキャラが出てしまう可能性も結構あります。これは2体出てますね。どうでしょう。最後は確定枠。ここで、はい、来ましたね。そして最後はニックスでした。一応でも、3体目が出ましたので、これでもう4体は確定で揃いました。で、ステップ4は、星5確率2倍ということで、逆にここで、シャロットが出てしまうと、どうしようかなってなっちゃうんですけどね。どうでしょうか。なかったですね。ちょうどこれ、ステップアップ召喚2つでシャルロットが4体っていう感じになりそうですね。ただ一応最後は星5確率3倍なので、かなり確率はいいですからね。ここは星5を期待したいところです。3倍ということは 9% なので11連すればまあ1体ぐらいは出る確率ですかね。どうでしょう。確定枠だけですね。これは引けてなかったですね。残念。ですがまあ一応4体揃いましたので、結構ね、いいガチャだと思います。一応この、ダブルステップアップ召喚は、まあ、それぞれ2体ずつ出たということで、まあ4体ぐらいは揃いやすいのかもしれないですね。というわけで、今回は、シャルロットを、4体狙ってみました。ダブルアップステップアップ召喚ですね。ご視聴ありがとうございました。